関連質疑を許します。森裕子さん。はい、田村大臣、ワクチンについて引き続きお聞きします。一問だけ。アストラゼネカのワクチン、欧州医薬品局の結論が今日出るそうなんですけれども、その辺の事情についてご説明、お考えお聞かせください。はい、田村厚労大臣。ご承知のとおり、アストラゼネカ、我が国もですね、承認申請出てきておりますが、これに関して血栓がその接種後出ているというような情報があって、その上で欧州で例えばフランス、ドイツ、イタリア、スペイン、こういうところでですね、接種を今止めておるという実態があります。ただ一方で、今言われた、欧州医薬品局 EMA でありますとか、あと もちろんアストラゼネカ、それから WHO は血栓とワクチン接種との、因果関係、こういうものの証拠は出ていないので、そういう意味では接種を続けてもらいたいというようなことをおっしゃっておられまして、その上で EMA が今日の夜コメントを示すというようなことは我々も事実として掴んでおります。森裕子さん。 EMA のコメントは今後の判断に、日本政府の判断に影響を与えると思われますか。田村厚労大臣。いずれにいたしましても、幅広にいろんな情報を我々海外の情報も含めてしっかりと確認した上で、最終的には PMDA が審査をしておりますので、そこでの判断ということになろうというふうに考えております。森裕子さん。過去のワクチン行政のつまずきとかいろいろありまして、やはり情報をしっかりと開示していくということが何よりも重要だというふうにお願いを申し上げたいと思います。それでは原発問題についてお聞きします。東京電力にお聞きします。地元への説明はいつやられるんですか。東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長、小早川智明参考人。東京電力ホールディングス社長の小早川でございます。本事案に関しまして、原子力規制委員会が大変厳しい暫定評価の結果を受けたことにつきまして、大変重く受け止めております。また、安全対策法人の未完了を含め、地域の皆様をはじめ、広く社会の皆様にご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫びを申し上げます。地元のご信頼を大きく失っている状況を重く受け止めております。当社として、まず地域の皆様のご心配やご懸念を真摯にお伺いし、当社の取り組みの状況を丁寧にご説明していくことが重要であると考えております。今後、現場には経営資源を最大限に投入し、現場と一緒に取り組んでいくことが重要であり、私が先頭に立って進めてまいる所存でございます。その中で、私もしっかりと地元にご説明をしてまいりたいと考えております。森裕子さん。いまだに記者会見もされない、地元に真っ先に駆けつけて、謝罪しなければいけない、まだ行われてない、今の質問にきちんと答えてください。いつになったらきちんと記者会見を開き、いつになったら地元にご説明になられるんですか。小早川智明参考人。ご質問にお答えいたします。まず先ほど午前中ですが、原子力規制委員会に対して意見中枢の要望がない旨回答させていただきました。回答し、実施した旨を本日夕方、記者会見を開催し、私と原子力立地本部長、また、新潟本社代表、柏崎刈羽原子力発電所の所長が、出席した会見を、リモートで開催をさせていただきたいと準備を進めているところでございます。なお私どもは3月16日の当日、原子力規制委員会から暫定通知の評価を受けた後、速やかに事実関係につきましては確認の上公表させていただいております。会見を行わなかったことにつきましては、暫定評価の通知を当社として大変重く受け止め、一昨日から今日に至るまで内容の確認を行うとともに、速やかに講じる対策の検討を行ったためでございます。今回の事案だけでなく、ID 不正問題や工事未完了の問題などを含め、
現場である発電所が自ら核セキュリティに対する意識や組織文化を変革していかなければならないと考えております。そのためにも、先ほどからの繰り返しになりますが、現場にしっかりと経営資源を最大限投入して、現場と一緒に取り組んでまいりたいと考えております。緊急事態宣言の中でございますので、地元に対して訪問することは慎重を期しておりますが、緊急事態宣言が解除されましたら、私もしっかりと地元にしっかりとご意見を伺い、ご説明してまいりたいと考えております。森裕子さん。梶山大臣、説明責任を果たさなければいけない東京電力が、こんな姿勢でいいんですか。厳しく監督官庁として指導すべきではないんですか。梶山経産大臣。記者会見は今日開くということで、私も先ほど伺ったところであります。知りうる情報についてはしっかりと開示をしていく、そして特に立地地域にもそういったものは特別な形でやっていくということが重要なことだと思っておりますので、しっかり指導してまいりたいと思っております。森裕子さん。福田委員長にお伺いします。昨日ご答弁で核セキュリティ文化はずたずただったのに安全文化は立派とはなかなか考えにくい等々のご発言がございました。これはもう少し噛み砕いてご説明教えていただくことはできないでしょうか。池田原子力規制委員会委員長。お答えをいたします。核セキュリティ文化も安全文化もともに現場の高い意識、それとともにやはりしっかりした管理、それからトップの責任と共通するものがございますので、核セキュリティ文化に大きな穴が開いている状態で安全文化がしっかりしているというふうに考えにくいという意味でご答弁をいたしました。森裕子さん。どの要素もダメだと、レッドカードが突きつけられたんだと改めて申し上げたいと思います。そして福田委員長、今回は抜き打ち検査を行ったからこそ分かったわけですけれども、これ行わなかったらこの事態を見過ごされていたのではないか、本当に恐ろしく感じますけれども、その辺についてはいかがですか。更田原子力規制委員会委員長。今回の事案につきまして、これが抜き打ち検査なればこそであったかどうかについては、まだ確定しているものではありません。通常の検査においても、同じような結果を得ていた可能性もあると思っておりますし、これは今後の検査に、で、しっかりと確かめていきたいと思います。森裕子さん。規制庁にお聞きします。改めて昨年 ID 不正使用の報告を規制委員会にすぐ伝えなかったのはなぜですか。原子力規制委員会更田委員長。規制庁いない。規制庁来ておりませんので、私がお答えするのでもよろしいでしょうか。これはやはり、当初の評価が甘かったということに尽きるだろうと思っています。それはもう一つは、もともと核セキュリティに関わる情報の共有に対して慎重であるべきだという考えが背景にあったと思いますけれども、基本的には当初、入るべき資格を持った人が入ったというその結果を重く見てしまって、その背景にある、それができてしまったことを重く見なかったという当初の評価の甘さであったというふうに私は考えております。森裕子さん。規制当局の規制に対する姿勢が甘かったというご指摘だと思います。大臣、これでね、世界一の安全基準と胸を張っていられるんですか。二度と原発事故を起こさないと。そういうふうに国民に約束できますか。梶山経産大臣。2011年の事故後に、経済産業省にあった法案を変更して、
規制委員会を作ったわけであります。これ、三条委員会から八条委員会から三条委員会の形にしたということであります。世界一厳しい規制基準ということでありますけれども、守られてこそそれが厳しい規制基準だと思っておりますので、それを守る安全文化というものは非常に重要だと思っておりますし、今のままでは再稼働ということは考えられないと思っております。森裕子さん。10年前の大変厳しいその教訓が全く生かされてない、そう申し上げたいと思います。参考人の皆様にはご退席いただいて結構です。小早川さん、それから福田さん、関係の皆さんは退席されて結構でございます。はい、森裕子さん。はい、上川大臣にお聞きします。昨日の続きですけれども、刑法197条の1項についてなんですが、ここでいう職務とはどのようなものなんでしょうか。上川法務大臣。個別の案件におきまして、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づき、個別に判断されるべき事柄でございます。一般論として申し上げることでございますが、刑法197条1項の職務とは、公務員がその地位に伴い、公務として取り扱うべき一切の執務を言うとされているものと承知しております。森裕子さん。高市前総務大臣がブログで今回のことを受けて、大臣、副大臣、政務官には決裁権がないので、認可の決裁権は具体的には局長にあるので、職務権限はない、職務権限はないという表現は使ってませんけれども、そういう趣旨のブログを書いていて、私、のけぞったんですけれども、それ正しいんですか。今のご説明だとそうじゃないと思いますけれども。上川法務大臣。一般論として先ほど刑法についての職務ということについてのお答えをさせていただきましたが、個別の案件に関わることでございまして、重ねて申し上げるところでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき、個別に判断されるべき事柄であるということでございますので、差し控えさせていただきたいと存じます。森裕子さん。最高裁昭和40年10月19日の決定、これお分かりですか。決裁権についてお答えください。下降りて。判例も聞かれます。上川法務大臣。大変恐縮でございましたが、通告をいただいていないということでございまして、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。森裕子さん。判例についてもお聞きしますと通告してございます。で、刑法197条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位に基づいて取り扱うすべての執務を言い、独立の決裁権があることを必要しないものと解するのが相当であると。このような判例がございますけれども、これは決裁権、具体的な個別の協議の決裁権、これを要しないという判断でよろしいですか。上川法務大臣。ただいま委員からご紹介いただきまして、そのとおりでございます。そのように理解いたします。森裕子さん。いや、大臣の答弁が重要なんです。もう一回大臣、今のことをご説明ください。
官房長官ご退席ください。上川法務大臣。決裁権限ということでございますが、これは職務の判断の一つの事情ということでございます。それによりまして、その職務にあたりまして、そのことについては、事情、一つの事情としては、ではありますが、職務権限は、職務に今遂行するときの構成要素としてなっていないということであります。はい、上川法務大臣。公務員が職務に伴い、公務として取り扱うべき一切の職務を支障すると解されております。必ずしも独立の決裁権があるということを要しないということでございます。森裕子さん。いや、判例、最高裁との決定もって言ってあるのに、もうこの文書を持ってくればいいだけなのに、もっと探しておいてください。それでもう一つですけれども、強接待と収賄についてなんですけれども、参議院、142回国会の参議院予算委員会、平成10年5月7日、原田昭夫法務省刑事局長の答弁ですけれども、その接待がその公務員の職務に関する行為の対価の趣旨で行われた場合には収賄罪が成立することがあり、しかしそれは具体的には個々の事案ごとに、接待の金額のみならず、その内容、時期、経緯等の諸事情に基づいて判断されるべきものであるというふうに考えておりますと、法務省は答弁されています。つまり、この単純収賄罪成立するその職務、必ずしも個別の決裁権は必要ない、そしてやはりこの職務に照らして、その時期というのは重要なのであるという答弁がなされているんですけれども、これ、法務省の答弁ですが、それでよろしいですね。はい、上川法務大臣。通告をいただいておりませんでしたので、大変恐縮、失礼でございま、失礼いたしました。今、今、議事をお読みいただきましたけれども、その通りというふうに判断いたします。してあります。どうしたのね。
しましたよ。通告したでしょ。通告してますよ、昨日からずっと。なんで理事がそんなこと言ってる、圧力かけてくるの、元の理事が。してますよ。何がそこなんですか。してますよ。昨日からやってるじゃないですか。昨日の質問の続きをやってるんだから、一昨日やってますよ。だからその通りですじゃなくて、大臣の答弁が欲しいんです。通告してますよ。いいですか。はい、ご静粛に願います。上川法務大臣。今委員の方から当時の刑事局長の答弁を読み上げていただきました。その当時の刑事局長の答弁の通りと理解いたします。そのような通りでございます。森裕子さん、言ってんですか。大臣がきちんとその文言を読み上げて、そういう答弁があったということを言っていただくことが重要なんですよ。だから時期が大切なんですね。武田大臣、先ほどの白さんの質問、NTT の社長、しかもドコモの社外取締役もともに、このような時期に会食をしたということは、国民の疑念を抱く行為とは思いませんか。武田総務大臣。まず、その先ほどから経緯を私、白先生にも説明させていただいたように、わざわざ NTT の方と私が恣意的にですよ、会ったっていうわけじゃないんですね、まずそれをご理解してください。その会合の中におられたというわけですから、その上で、NTT ドコモの完全子会社化については、法令上、総務省の許認可が必要となるものではなく、NTT 側の経営判断において実施することが可能であると、こういうふうにされております。森裕子さん。ドコモの完全子会社化、そして携帯料金引き下げの、そのちょうどその時期に、両方の当事者と、会食をする、私はこれは国民が疑念を抱く行為であると、お断言をさせていただきたい。質問を終わります。以上で、白新君及び森裕子さんの質疑は終了いたしました。